メールも来てますかあはい。いいですね。来るようになったんですね。群馬県ラジオネーム。カフェオレ・ダベンチ。僕は今、高校2年生なのですが、男子校で部活動もやっていません。多分、このまま青春気分を味わわずに、高校生活を終えそうです。少しだけ青春気分を味、わいたいので、お二人の高校生活のエピソードがあったら教えてほしいです。ああ。高校生活のエピソード高校の時は、うん。ま、共学 僕は驚愕ですああ。うちはね、工業高校だったから、まあ、女の子は少ない感じでいたのね。そ,そうですね。うん、ほとんど男で。うん。だからやっぱり可愛い子なんかいると、倍率は高いわけよ。うん、男多いわけだからそうですよね。可愛、うん、い,い子い可愛い,い子もやっぱりポツラポツラいるの、うん、ですよね。うん。工業って言ってもさ、うん、何もあの、千番とかねじ切りとか、力仕事やるような実習ばっかりのじゃないから、うんうん 電子機器とか、<ー>そういう女の子向けの、はいはい、あのー、カリキュラムなんかあったりしてね。うん、まあ、可愛い子もいるにはいるんだ。うん。うん、その、なんか、なかったんですか俺、ちょっとモテたもん、高校の時に。あ、そうなんですかうん。よく高校の時全然モテませんよとかいう俳優とかいるけど、うん、俺はモテたから。うん、モテたもんはモテたって言うからね。 まあまあ。じゃあ、も、あ、本当にモテてるなっていうエピソードをちょっと教えてやろうか。これ聞けば、あ、確かにモテてますねってなるわ、うんうん、俺、高3の時に、まあ、ラグビー部だったんだけど、うん、高校3年生の時に、高校1年生のマネージャーが3人入ってきた、うん、で、その中の1人と、俺付き合い始めたのよ。うん、そしたら、その高校1年生のマネージャーが、高2の女子に呼び出されて、うんうん、平子さんと付き合ってからって調子に乗ってんじゃねえよって。は言われたの。それすげえなこれ、 俺モテてるだろ。あ,あモテててるわ。それモテてるわ。厄みの中心に俺がいるわけよ。女子の。でもどうだみたいな感じでやっぱちょっとね、感じ悪いですよね。いけ,いけてないリスナーの気持ちわからないということ俺はわからない。 ですよね。うん。で、他の人にも、俺らの時代ってさ、うん、あの、ちょうどね、今はもうベタになってるけど、ラルフ・ローレンの、うん、あの、紺色のニットを、うん、その、白シャツの上から着るっていうのがちょうど走りだったの、<ー>世代的に。で、俺もそれに乗っかってさ、うん、福島の片い舎で頑張って東京門っぽくさ、うん、ラルフ・ローレンの V ネックのニットを買って着てたわけ。うん で、それをパーって歩いてたら、駅前にね、同じ高校の一個下の、まあ、それも二年生の女の子のな二、はい、人座ってて。で、俺のその、去って、あの、前を横切った姿を見て、うん、え、来てた方がいいよ。えー、来てない方がいい。前の方が絶対良かった。って、うん、ちょっと小競り合いしてたっていう。あ <laughs> んまそういうの自分で言わないし、ちょっと感じ悪いですよね。だから、俺は、うん、その、リスナーの気持ちはちょっと、わかんない。うん え、それは、ブスですよね、ブスの。工業高校の中では、うん、上から10番目には入ってたな、でも。あ、じゃあブスだわ。世間的には。<laughs> そう、違うですよ、お前。世間的に工業のトップでもブス、<laughs> 世間的に言うブスじゃないよ、お前。<laughs> でも、え、もう、AM リスナーにはそんな、もう、好かれないですよ、このパーソナリティ。リア充はな。<laughs> いや、だから、そういうのが好かれないですよ。だから、俺はそれはだから、バチバチでやっていこうって考えてるから。あ、そうなんですか。リスナーと。はい。 リスナーとリア充、平子のバチバチラジオだよ。うん、そこは。<laughs> <前>バチバチラジオってワード好きですよね、平子さんね。そうか。俺結構対応しちゃってる <laughs> あ、本当 <laughs> 愛なのかな <laughs> 使いやすいのかな <laughs> ちょっとお。お前はそういうなんかね、高校時代明るかったとか、こう楽しかったとか、暗かったとか。いやー。モテるとはちょっと違うけど、ああさっきのあれだと、僕中学、ああ で、地元で、初めて、中で、中学ですよ。中学3年で、ワラビ買ったんですよ。クラークスの。靴の超早いしょ。中3でワラビは早い。早でしょ中3でワラビ履くのって、小6で童貞してたのと一緒ぐらいの衝撃だよ。でも、衝撃度で言うと。あの当時の、だってクラークスのワラビって言ったらさ、おしゃれアイテムのもう、もうマックスだよな。マックスじゃん。俺それ履いて学校行ってて。え、それは何あの、 お小遣い貯めて買ったとかいや、どうだったかななんかね、お姉ちゃんが買ってきたとかいう記憶もあるんだよな。ええー、買ってくれて、はい。当時はもう、最先端のやつがいるみたいな。ちょっとした騒ぎになった、<ぎ>川崎だった騒ぎ騒ぎうん。<laughs> 俺さ、俺別にそのお前に合わせて言うわけじゃないけど、うん、あの、まあ、コンビとしての共通点の一つとして、うん、俺あの、まあ、田舎だから、うん で、俺の方がちょっと5歳年上だからさ、うん、世代的にね、あの、ちょうど、あの、木村拓哉さんの,あの若者のすべてのドラマが超流行った、俺高3の時に。うんはい、で、あれで、あの、レッドウィングのエンジニアブーツを履いてて、グワ、うん、ーって広まったのよ。うちの高校ね、うん、あの、ブレザーだったんだけど、うん みんなもレッドウィングのそのブーツか、あと、ちょっと行けてないやつはダサいスニーカーかだったんだけど、俺、初めて、あの、リーガルの、あれを履いたの、革靴を。ローファー。を。マジで。そしたら、奴らも片田舎の奴らだから、そのブレザーに合う革靴はなんだって。そんなものあったのかって。平子それなんだよって。 ブレザーに超合うじゃねえかって言って、みんなそのエンジニアをぐわー発揮してて、で、まあ、言ったらそのエンジニアよりもリーズナブルですから、ぐわー広まって、俺はその渦の中心にいたわけですよ。だから、シューズ革命を起こした二人がコンビ組んだみたいなもんだよな。<laughs> <laughs> っっそれで言ったら、だって、今のさ、高校生とかさ、コンビニで溜まってるやつを見とこうティンバーランドのさ。多いなあれも入ってるやついっぱいいるよね。あれ、タックインしてな。そうそうそう。中に入れてな。はい。ブーツの存在感をガーッと出すわけだ。そうだよ。ああそ。その時々にあるんだよね、そういう。でもそれ考えると、このリスナーの子もさ、うん、やっぱりその高校生だから、どっかしら、 一個背伸びしたファッションから入ってみるっていうのもね、うん、明るい高校生活を送っていく一つの手かもしれないね。そうだね。確かにそうだわ。やっぱりそのちょっと後ろ向きになっちゃうとファッションにもね、うん、その前向きになれないっていうかね、うん、一個それを変えるだけでね、うん、その青少年のそういう時期っていうのはね、うん、このちょっと、あの、バーンと前に一歩前に出れるっていう、うん、そういう時期だからね。確かにあの、今完璧来てますけど。うん あの、リア充より酒井さんの話が聞きたい。いや、お前リア充じゃねえかよ。十分は中3でお前、わらび入ってたら、リア充中のリア充だよ。でもそうだな。俺もちょっと近くあるもん。ああリア充だなって思うもん。モアリア充だよ。<laughs> さらなる上の。リア充コンビだ。うん。モアリア充でも中3でわらびは俺ちょっと、一歩負けてる感じはするな。そうなんだよな。俺もちょっと、初日入っていくの緊張した記憶あるもんな。 あの、この子のリスナーの子のね、うん、あの、まず今の現状を知るケースとして、遠足の時のバス移動でどこに座るかっていうのも重要なところだよね。<laughs> 確かにね。うん。これね、後ろに座ってるけど、うん、彼女がいないとかだったら、うん、全然ありなのよ。あ<ー>むしろちょっと、俺らよりちょっと先行ってる感じの。わ、うん、かるわかる。お前、どこ派俺ねー、 そんな後ろじゃないし、うん、前でもなかったな。コンビってのは似たもんがくっつくもんだな。<laughs> そういうタイプですか。前は、うん、あの車酔いしやすい子が座るだろう、うん、先生の横とか、うん、で後ろは、うん、目立つグループが座るだろう。うん、で多分お前わかんないけど俺はその。 目立つグループにも近づいてるよっていう、うん、その弱いグループに舐められないために、うん、ドキドキしながら真ん中あたり座るそういうタイプだわ。る感じの。完璧それだわ、俺。うん。俺もそれだったから。そういうやつがお笑いとかやんだろうね、多分 <laughs> でもそうだよな。一番後ろに座ってるようなやつらってさ、ほら、面白さと、 明るさを履き違えてるやつ大きい声でわーってやれば、楽しい。それは、おかしみと勘違いしてるやつが、一回何人かはお笑い始めるやついるんだよな。で、いざ舞台に立ったら何もできずに、結構半年も経たずに辞めていくやつ多いんだよな。そうだね。だから、このリスナーの子が今、本当にそのバスの座り位置で、なんか、作れるな、今あなたが、あなたは、どこに、 遠足の時バスどの位置に座りますかって今うので、<ー>なんかチャート作れるよ、ね、ああ、いいですね。表みたいのでね。うん、あ確かに。それだよ。我々が今知りたいのは。バスの座り位置。うん。<laughs> まあそうだね。確かにキャラクター分かれるもんね。前の方だったら、あの学生時代は明るい毎日じゃないかもしれませんが、うんうん、その後あなたに適した職業があるでしょう。<laughs> あなるほどね。後ろだったら後ろでね。そういったもう、うん、まあ学校でも社会に出ても、何かしらのそのイニシアチブを取りながら、うん、あなたのその長所を伸ばしていってくださいっていうようなね。うん、そういう何かしらの、その、引いててる部分があるわけだから、うん、後ろ組は後ろ組で、目立てるグループっていうのはね。うんうんうん、それ、席で思い出しましたけど、うん。あの、マネージャーが気を使ってるかわかんないですけど、うん、割と最近あの、まあ移動多いじゃないですか、<ー>新幹線とかね。は,いはい、はい、縦多くないですか、僕ら。 あの、平子、あの、横はいつも横、隣同士だったけど、うんうん、縦になることあ,あ座席位置がね。気、うん、使っててくれてんのかなと、別にいいのにと思ってたんですけど、今日帰り、新幹線乗るとき。うん、縦だったよねうん<日>、それ、あの、急に平子さんが、あ、縦でお願返しますって言って、あ、平子さんそう思ってんだと。違う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 。<laughs> あれ最初さ、横に隣同士にしますか、縦にしますかって聞いてきたろうん。うん、俺は別に隣でもいいのよ、全然。うん。うんうん お前がいつも移動の時に一緒に移動すればいい距離とか、うん、あの場所でもお前が離れて歩くから、<laughs> 俺はじゃあお前に合わせてあげるって可哀想だから、<laughs> <あ>そんな離れたいんだったら、まあせめて盾にし,してもらおうっていうことで縦にそういうことだったんだ。そうだよ。俺に、俺もだから平子さんになんか気遣ったみたいなさ、お互い気遣いだって本質見失いそうだな。なんかあれだな、昔のあの、お話にある、旦那は、うんうんうん 自分の嫁のために綺麗な、うん、あの紙飾りを買ってあげて、うん、で嫁は旦那のになんかプレゼントをするために、うん、その綺麗なロングの紙を切って売ってしまって、うん、旦那のそのお互いのプレゼントは意味をなさなかったけど、うん、でも何よりのお互い思いやるっていうプレゼントをしたっていう話だな、うん、あ違うか <laughs> <laughs> 違うんだけいそうな気がするんだよな俺今 そっか、でも、すれ違ってたんだな。うん。ああじゃあ、あの、募集しますか、じゃあ。うん。バスのどこに座ってるかっていうのは。うん。で、なぜそこに座ってるのか。そうですね。クラスでのポジションも一緒に。そうだね。ってもらえるとね。ねうん、よりわかりやすく。た、うん、だ、目立ってるけど前に座ってるっていう。う逆に怖いな、そんなやつ。革命児もいるかもしれないからね。<laughs> 革命だよね。うん<あ>。<laughs> 移動革命児。あ、その、<laughs> 酔いやすいけど目立ってるグループに入ってるみたいなやつとかね。ああ<ー>。<laughs> あ、でもそうだよね。酔わねえしっていうさ、うん、強、強さ見せたいじゃん、やっぱり。でもやっぱりさ、小学校とか中学校ってあの、うんこすんのと一緒でさ、うん、やっぱり移動中のゲロもやっぱ、その自分の格を下げる行為にはなっちゃうじゃん。うん,うん。狭いコミュニティの中で。うんうん、なるね。だそれをどんなバランスで、目立つグループだけど、 酔いやすかった。じゃあ、どこに座るかっていう、その、バランスも難しいよな。そうだね。これ結構複雑な深い話になるかもな。確かに。ちょっと皆さん、リスナーの皆さん、自分はバスのこの辺に座ってた。その理由はこうだったから。ここに座りたかったけど、こういう理由があったから、ここに座ってたって、ま、いろんなね、複雑な人間模様見えてくるかもしれませんから、ちょっと募集しましょう、そちらをね。はい。お願いします。じゃあ、今日は、 この辺でね。はい、ということで、はい。このポッドキャストのメールも募集します。はい、メールアドレスは a p a l l n i g h t n i ット o m a p ールナイトニッポンドットコムです。はい。はい、お待ちしております。